タイ・ウシオ・ハルは、新朝統治時代の台湾での反乱である、タイ・ウシオ・ハルの乱の指導者、昭和県四町理想出身、祖先は、福建省昭州の出身、地主出身で、裕福な家庭に育つ。1861年、盗賊からの防衛のため、昭化県の知見公提供から、断念の組織を委託され、 天地会のメンバーを吸収した結果、数ヶ月経つと10万人に膨れ上がった。この組織を近くの八景山にちなんで、八景会と称した。1862年、高亭教が離任したが、公認の知見がみなりもっちんも継続して、対牛を春に治安維持の任務を任せた。しかし、八景会は巨大になりすぎ、トラブルが頻発するようになった。4月に、 八景界のメンバーが揉め事を起こし、昇華を巡視していた台湾道、小脇らじに殺害される事件が起きた。タイ・尾春は、報復を決意し、昇華に攻め込んで、小脇らじを殺害し、大元帥を称した。その後大中堅、苗栗県などを支配下に収め、多くの地方で高温するものが現れた。ただし、キリボン本との名家である林家は、大家と長年の対立関係にあったため、 参加しなかった。しか港人では、昇州出身者と専州出身者との対立が、顕在化し、八景界内部の専州出身者が内容するようになった。1863年になると、新軍の反撃が開始され、福建帝特林分殺と新任の台湾道庁曰昇県によって11月には、昇華城が陥落し、翌年1月に、 対後尾春は投稿して処刑された。対後尾春は死んだものの、太平天国の乱の余波が収まっていない状態で十分に鎮圧することができず、最終的に鎮圧されたのは1867年になってからであった。ありがとうございます。